刻は午後7時を回りました。皆様いらっしゃいませ。週に一度小佐の町に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトにおしゃべりを楽しむトーク番組です。お届けしますのは、鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しておりますタレントの前代美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくです。さて今日もゆるゆるとお届けしていきますけれども、まあね、いつもだったら曲と CM 終わりで、ね、お客様ご紹介するんですけど、もうね常連さんだから今日は入れちゃう。すぐ女優の赤嶺かなえです。皆さんこんばんはいい声、赤嶺かなえです。いい声。鈴カフェには今回で持たないよこの声でやってたら持たないよ、ね、はい、赤嶺かなえです、はい、芸能プロダクション、JJ プロモーションから、はい、赤嶺かなえさんが来てくれました。いやー久しぶりに来れた。そうだね、半年ぶりぐらい。半年ぶりらしいですね。でも、ね、でもあのね、同じく FM 小座でやってるあのキャノンラジオとかには出演、ね、させてもらったりとか、うん、個人的に連絡も取ってたので、まあ久しぶりというかこのラジオで喋るのは久しぶりって感じだね。そうそうそう、ね、ずっとでもあの鈴の存在は感じてるから毎日ね。そうなるほどね、ありがとうございます、はい。ツイキャス織友さん、鈴木アナイタン、こんばんは。こんばんは。泉さんも MJ さんもこんばんは。今日は女優対決とか来てますよ。バチバチの、バチバチの、田尾山さん、武蔵さん、ウーマゴンさん、ツッキーさん、シェシェ、沖縄限定ドロータさん、ナルトラさん、ありがとうございます。こんばんは。お時間ありました。最後までよろしくお願いします。お願いします。ということでね、今日もゆるゆるとお届けしていきますけれども、今日のテーマがですね、おデートあらにしました。まあね、去った日曜日にバレンタインデーとかもあったじゃないですか、ね、まあ、終わってね甘い週末を過ごした方もいるんじゃないでしょうかと、まあデートの甘い思い出とか、まあ、ちょっとほろ苦い思い出とか、まあ、理想のデートとかね。そうね、ね、うんうん、まあ本当に異性とあの遊ぶということがデートではないですから。そうです、それだけ私とスーズが遊ぶときは基本デートですから、ね、言ってますから、はいはい、なのでね、まあ、そんないろいろなデート、いろいろ書いて送ってきてください。もちろんメールテーマに全く関係しないメールでも構いません。メールアドレス761@fmkozo.jp 761@fmkozo.jp、 ファックス0989-8653 0989-8653 までぜひぜひお寄せください。そしてツイキャスでネット配信もしております。あ、海優さんだ、山口からお邪魔しました、こんばんはつってね、ありがとうございます。ゆきファイターさんもありがとうございます。スーパイコさんもありがとうございます。お時間ありましたら最後まで聞いてください。この番組はモデルタレント事務所からずの提供でお送りいたします。けなそれではここで鈴カフェ今週のおすすめでございます。音楽好きの前代が皆さんが知ってる曲から知らない曲まで独断と偏見でおすすめしちゃう、そんなコーナーになっておりますが、そう、お目的地がわからない公開さん久しぶりじゃない、みすずさんって来てます、ありがとうございます。キャナイもいるよ、キャナイもいるよ。今日は、はい、あのね、みすずが最近ドハマりしているバンドの曲を流そうかなと思ってるんですけど、おうおう、とは言ってもあのハマった頃にはあの無期限の活動停止になってて、そう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 、まあ新しい曲が聴けないのは寂しいなと思いつつ、まあ今までの曲をね大事に聴いていこうかなっていう、楽しみ、そうそうそう、まあでもまあボーカルの方がまた新しいバンドを立ち上げていったりとか、うん、個人で頑張ってるそんな、バンド、最近ね私がハマってるバンドを流そうかと思います、うん、それでは聴いてください。バンドハラスメント、ストップ。
カフェお届けしてますのは前城美鈴と赤峰かなえです。です。いい声。ありがとうございます。ということでね、改めましてキャナお久しぶり。お久しぶりです。でございますね。今週はコラボウィークっていうことで、まあ、火曜日の鈴カフェに始まり、2月19日金曜日の、夜10時半ですね。はい、私も赤峰かなえのマギー女優はアワティーハーティーという番組を、うん、はい、FM 講座でしておりまして、うん、そちらにも今週は前城美鈴さんがゲストとして来てくれます、はい、なので今週はコラボウィークってことでね、火曜日と金曜日ここで2人で喋りますけれども、だからもう変な感じ、うん、こっち側が久しぶり、あのあ、なるほどね、ゲスト席がいつもここで、あのここでというか、そうそう、鈴の席で私がいつもラジオしてて喋ってるからね、そう、まあ、金曜日はまたスイッチして逆になりますけど、どっちも楽しんでいただけたらと思います、うん、ね、であれ見ました、あの途中まで見ました、エサどんどんありがとうございます、はい、まあ、もう帰ったらまたあれ見ますけど、そうそう、いい役だったね、とっても、そう、月夜さん ね、ありがとうございます、そうそうそう、小座の町の風景も結構出てて、そうなのよ、ね、めっちゃ良かった、だからね、すぐできるなんて、聖地巡礼みたいな、そう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 、できるできる、で、まあ、見逃した方とか、まあ、まだ県外の方とかね、うんうんうん、まあ、OTV さんで放送されたので、あの見逃した方とか県外の方は見逃し配信で、そうなんですよ、まだね、YouTube で見れるので、そうそうそう、はい、エイサーどんどんってエイサーカタカナどんどんひらがなで YouTube に打ち込むと、はい、一番最初にね出てくるんですけど、うん、はい、全島エイサーが、去年か、はい、ちょっと開催ができなかったんですけど、うん、まあ、沖縄全島エイサー祭り65周年記念特別動画ということで、はい、エイサーどんどんやってて、うん、私もね、うん、OTV さんの放送でも見たし、うんうん、YouTube でも何回か見たんですけど、うん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 、本当にたくさんの方に見てほしい作品です、うん、私の役もすごく好きで、うん、見た方いらっしゃるかな、ぜひね、うん、見てほしい、ぜひ YouTube でもね配信 されてますので、そう、やっぱね途中までしか見てないけど、うちのねニーニーはよ、あ、ヨシトさんね、うちのニーニーはよ、良いね良いね良いねうちのニーニー良いね、かっこいいよね、青年会長さん、ね、あ、ニーニーっていうのもまあヨシトさん、もしくはヨシトさんが、それも去年かなに撮った短編映画でね、私のお兄ちゃん役をさせて、そこからねニーニーって呼んでますけど、うんうん、そうそう、よかったね、ね、やっぱりよかったよかった、まあまあ帰ったらね最後まで見ますね、なのでちょっと内容はまだね見てない人もいると思うんで話せないんですけど、ぜひ YouTube で、はい、エイサードンとで検索して見てみてください、絶対見てね、ねえ、ということでね、今日のテーマがデートなんですけれども、ほいほい、そう、メールも来てるので読んでみたいなと思います、コメントもたくさんありがとうございます、ありがとうございます、はじめまして、はじめまして、とあるラジオ番組から来ました、元貞子のジラリズムと申しますということで、あのね、私のあ、そうね、まあ、某RBCIラジオでバイト先ね、そうそうそう、ね、番組が来てくれたミスちゃんでありがとうございます、いらっしゃいませ、県外の関西にいてるのですが、鈴カフェさんは YouTube 配信されてないのですかね、探して聞けるようにしたいです、 YouTube ねアーカイブで残るし、配信もされてますよね、 YouTube でね、されてますね、ツイキャスでもやってるのでぜひよろしくお願いします、お願いします、デートお家でゆっくり一緒に何気ない時間を過ごすのが好きだな、もちろん、格好つけてるのも好きだから、お外も好きだけどね、一緒にいられることが幸せだなということで、元貞子のチラリズムさんからいただきました、ありがとうございます、いいね、いいね、すずはおうちデートあり派なし派、あり派でしょ、もはやもはやもはやだよ、 もはや家デートを求めてるよあ、逆に逆に、あ、でもなんだろうな、理想としてはというか、うんうん、まあ家にいて、うん、なんかちょっと散歩でも行こうかっつって公園とかさ、はい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 、ちょっと買い物でも行こうかっつって、うんうんうん、着替えて、はい、ちょっとねなんかリップなんて塗ってショッピングセンター行くとかさ、それぐらいがいいな、うん、なんかめちゃくちゃねスケジュール組んだりとか、なんか、そうそう、なんていうのかな、うん、なんていうのかな、めっちゃなんだ、水族館と か、うんうん、なんか人がガヤガヤしてるとこに行くよりは、うん、なんかラフな感じ がいいな、うん、キャナンはキャナは、うん、ドライブデートしか勝たん、ドライブデートな、いや、なんかさ、ドライブで、うん、だってこんなに長時間、うん、まあ、1時間ないし2時間3時間車に乗ってるわけじゃん、うん、いいよね、なんだろうな、一緒に入れる人、そう、そうだね、長時間一緒に入れる人って本当になんだろう、会う人というか、うん、って思うよね、うん、だから、うん、なんだろうな、え、ちょ、
水族館とか、うん、動物園とかさ、うんうん、なんか映画館とか、うん、結構あのまあ ポピュラーな、うんうんうん、なんていうのみんなが行きそうなデートスポットは嫌いじゃないんですけど、はいはいはい、多分私の妬みも入ってるんでしょうね。なんかイチャイチャしてるカップル見るとあんまりなんかあ家帰ってイチャイチャしたらみたいな。やめてやめて。いいじゃない。微笑ましいじゃない。じゃ あのなんかいやいいんだよ、イチャイチャしてもいいんだけど、うん、多分なんか自分が一人でさ一人で映画館一人で映画館行くときに隣でカップルがさ手つなぎながらとかさこんななんか肩寄せ合いながら見てるとちょっとなんかいや映画見に来てるんでいいじゃないっていう気持ちになっちゃう。なるんだ。ちょっとなっちゃうのよ。ちょ、なんかマナーが良ければいいんだけど、うん、なんか結構カップルって楽しいから声が大きかったり、うん、ちょっと周り見えてない人とかがいると、うんうんうん、すごくなんか私本当にあのおせっかいババアだからなんかすいません声落としてもらってもいいですかって言いそうになるぐらい本当ずずしいから、まあ、確かにね、まあ、まだ映画館でのマナー喋ってね声が大きかったらそれは迷惑ですけど、でもたださなんかそんなちょっとくっついてるとかさ手つないでるとかは全然あの微笑ましいな、ミスズは、うんうん、微笑ましいよ、うん、微笑ましいけど、うん、なんかうん私はなんか二人きりになれるドライブとか、まあ、お家とかでもいいんだけど、うん、だからあのいろんな景色を見るの好きなのね、うん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 、だからドライブしながらこのいろんなとこ見に行ったりとかするのが好きかもしれない、はいはいはい、あなるほどね、うん、他の人と比べちゃうのかも、なんか喧嘩とかしててとかはんはんはんあんまり良くない時に仲良 いカップル見ると虚しくなるのかもしれない。もう視界をシャットアウトしてしまう。いいじゃないか。すいませんすいません。なんかもうミスズは逆に見たい。いいな。そうそうなんかいいなって思う、うんうん。なんか平和だなって思うじゃん。仲良さそうでいいなって思うから。そうか私は見たい。なんかとってもいいなんだろうな心が温かくなる。温かくなる？うん。そんなスズが好きなんだそれ。コメント、セクシー切り株のカユさん、理想のデートサンセットの砂浜を彼女と愛犬コーギー過去買ったことないけどの散歩をさせながらチャーミングリー状態だ。チャーミングリー状態ってなんだ。歩く。なるほどね。コーギーをね散歩させながら。コーギーのお尻かわいいよね。もうなんか食パンだよね。食パンか。食パンみたいだよね。そうか、うん、確かにかわいい。揉みたい。まだちょっとやめて、まだ45分だから。あーいやいや、コーギーをね。ナルトラさん、初めてチャタン行った時アメリカンビレッジで楽しんだらもう相手イチコロだろうなと思った思っただけって言ってますけど、で確かにさ沖縄チャタンは結構デートスポットよね。あれなんか夜も綺麗だしね。そうそうそう、なんかイルミネーションの時期はもっとキラキラしてるけど、うん、じゃなくても結構キラキラしてるからね。そうそういいよね。イチコロロロロ、そうありますね。メールが来てるので読んでいこうかな。お願いします。あ、ラジオネームうまこさんありがとうございます。出場やっと今年最初の出張です。べっぴんおすずに乾杯ということでありがとうございます。沖縄にいるのかな。そして昨年6月ぶりでしょうか、かなえさんこんばんは。こんばんは、うまこんです。今夜宿泊しているビジネスホテルの周りはコンビニが何にもないからローソンさんの、炭火焼きサラダチキン柚子胡椒味をディナーにビールをいただいてますよ。めっちゃわかる。美味しいよね。美味しいんだ。うん、うまいのに炭水化物 0.5g。 お二人は食べたことありますかということで、めっちゃ美味しいから食べる。もう一回言って。炭火焼きサラダチキン柚子胡椒味。わかった。めっちゃ美味しいから。見てみる。美味しそう。さてデート、大阪で接客をしていた21歳の頃、アルバイトの女の子が水族館に連れて行けって言うから大阪の、海遊館に連れて行って焼肉食べて帰ったけど、高校生の女の子を、夜まで付き合わせて今では完璧 NG だねということで。いいねいいねいいね、こういうなんか大人の男性にこうやって連れてってもらう、うんうん、いいね。水族館いいな。水族館とかさ、なんか沖縄にあるけど、うん、なんか沖縄のデートの定番ではなくない？動物園とか遊園地とかさ。確かに家族っていうイメージの方が強いかもしれない、ね、私多分デートとかで行ったことないよ。あ、行くじゃん私と。あ、行く行く。どこ子供の国とかさ、うん、それこそ何だっけ、都民城にできたよね、イアスの、うん、イアスの、DNA 水族館だっけ。そう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 、行ったことないもん。私もねそこは行けてないね。行きたいね。デートしよっか。デートしよっか、うん。続いて、いつも笑顔が素敵な赤嶺かなえさん。笑顔以外も素敵です。
面白い。え、いつも心が綺麗な前白美鈴さん、これディスって大丈夫？いや、私が心汚いみたいな。違います、失礼しました。こんばんは、ラジオネーム6分ですということで、6分さんありがとうございます。今日のメッセージテーマデートですが、私は時間にルーズなところがあって、昔うちの奥さんとデートは必ず待ち合わせ時間より遅れていました。過去20分ぐらい、はい、結婚してから聞いたのですが、かなりムカついていたようです。お二人は待ち合わせ時間を守る方ですか？あ、そう。でもさ、うちなんちゅってさ、私は仕事では絶対あれだけど、結構遅れるよね。遅れるよね。あれだもんね、なんだ、今出発したよって言って今起きたみたいな時あるもんね。あるまあでも最近人に会うことが少なくなってるから、なんかあんま実感ないけど、でも今日の鈴との待ち合わせは私が遅れました。私全然5分前に着いてましたから。だからさすがだなって思って。はい、ありがとうございます。まあでもね、車社会だから沖縄はね、そうそう、ちょっと渋滞とかが、ね、読めないみたいなこともありますもんね、うんうん、っていう言い訳、うん、はい。ミスさん、カネさん、こんばんは。目的地がわからない公開誌ですということで、ありがとうございます。お久しぶりです。トークテーマデートですが、いろいろ行きましたね。特に高校生ぐらいの時はデートに行く場所で僕の器というか男としてのレベルを測られているのではないかと勝手に思い大変でした。特にどこに行きたいって聞くと、どこでもいいよって言われた時は、今までの人生を超特急で思い返して、今この時にふさわしい場所を探したものです。すげえな、こういう男性いいよね、いいねと思わない？どこでもいいよっていう子に対してってことでしょ。まあそうそう、すごいわ。そんなになんかね、考えてくれてるのが嬉しいよね。ねえ、みすさん、かねさんは彼氏からどこ行きたいって聞かれたらなんて答えますか？どこ行きたい、うん、え、すずなんて答える？そうだな、今の気分によるんじゃないかな。そうだよね、うん、どこ行きたい。でも私はあの歌うのとか好きだからさ、カラオケとか。カラオケいいね。まあ、ちょっと服みたいなとか。だから私、服を一緒に見てくれる人がいい。ポイント高い。そう、いないよね。そうね、ちょっと聞いててみんな服をね、一緒に選んでくれる恋人はとてもあれがいいよ、うん、でも女性とかでもさ、うん、だけど服を一緒に見てほしい。私でも服一緒に見るのはスーズのイメージかもしれない。一緒に見るか。あ、だからデートの時はよく見るんじゃない？確かに確かに、私とね、最近は減ってるけど、うんうん、これもスーズに選んでもらった。あ、本当だ全然そうで、私は逆になんか男性、うん、私も男性の服を選ぶのが苦手だから、うん、あ、そうなんだ。そう、苦手。なんかあんまり、なんだろうな、弟とかとか別だけど、うんうんうん、なんか結局その人が着たい服着ればいいじゃんっていう気持ちがあるから、うんうんうん、なんか男性似合う似合わないが分かんないってなっちゃうのね。だから洋服を一緒に選びに行くのは女性の方がいい。私はなんかどっちもいい。あ、どっちもいい。私はどっちもなんか気使わせそうな気がして。いや、私はもう服を選ぶの、服見るのも好きだから、うんうん、まあそのイメージ、うん、あ、これ似合うんじゃないとかもやりたいし、うんうん、やってほしいし、うん、っていうのはあるかな。スーパーエコーさん、コザだとどこでデートする？おお、コザか。コザだとなんか飲みデートとかが楽しそうじゃない？そうだね、はしごとかがさ、いっぱいあって、あの爆臭工房今空いてるかな、あのコザのさ、あっちにある、あっちにって言っちゃったラジオで、ラジオでね、そう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 、とかね。なんか1回だけ行ったことあるけど、すごいなんかビール好きの人には良かったみたいよ。そうか、やっぱ飲みのイメージが強いかもしれませんね。うん、ね、浜崎ゆきさん、 DMM、 あ、 DMM か、 DNA って言っちゃったね。 DMM 静岡は入場料がお高めですが、カオスやペンギンがいて、なおかつ最初に映画館みたいなブースでオープニングムービーを見て斬新な演出があるので行く価値あると思います。へー、楽しそう。行くか、 DMM 静岡ね、今度ね、行きましょうね。私、チンアナゴのコーナーとか1時間ぐらい入れるけど大丈夫？あの10分で勘弁してもらって。あ、頑張る、お願いしますね。メール、あ、浜崎ゆきさん、ありがとうございます。初めての、みすさん、かねさん、こんばんは。こんばんは。あれは10年近く前かな、職業訓練学校で知り合った年上の女性がいて、付き合うことに成功しました。2回目のデートの時、彼女が雑貨を見ていて可愛いって言った、雑貨があって、うん、次のが学校が終わった後に買いに行って、その日に渡しました。驚いてましたが嬉しそうでした。ちなみに最初のデートは向こうから誘ってくれて、ご飯食べたり、海の、いや、夜の海に行ったりしました。なんだよそのキュンキュンの話を、もっとちょうだい。こういうの、こういうの、いいな。
いいよねこういうささりげない、ね、なんだろうなんか誕生日とか、うん、なんか、うん、記念日とかなんかの日にもらうのももちろん嬉しいしあげるのももちろん楽しいけれども、うんうん、こういう何気ないさことを覚えててくれて何でもない日にさでねもらえるってさ、ね、もらえるってさ覚えててくれたことも嬉しいよね本当にそう、うん、もう100点100点100点ですゆきさんありがとうございます続いて、はい、美人姉妹のお二人さんこんばんはこんばんは私が姉です嘘でしょ2個下ですあなたはあ一応知らない方のために大声で言いますけどあなた2個下です妹よぐしちゃんアットマーク9章ダンパチ始めましたですということで、ぐしちゃんさんありがとうありがとうございますでとある昔若かりし頃の思い出私がまだ真っ赤なスポーツカーを転がしていた頃転がしていたんで真っ赤なスポーツカー乗っていたんだ転がしてたっていうのはひっくり返して遊ぶことじゃないですよって分かっとるわ当時気になっていた女の子をお誘いしてとある夏フェスへ行ったな運転中もライブ見ている間も彼女の横顔を見てはドキドキしていましたかわいい、フェス終わりに送り届ける途中にキャーそれ以上は言わさないで実は私結婚してるのは、そんな素振りなかったやんけそんな私の恋の1ページをあげるPS ミスさんデートの誘いはからずにオファーしたらいいのかなありがとうございますでもねなんかこういうさなんか横顔見てドキドキしたみたいなエピソード超可愛くない可愛い、ね、いいなキュンキュンしてーなキュンキュンしてーなだからデートって言ったらあれよねなんかこのデートに着てく服をさ、うん考える時間とかって結構なんか大変だけど楽しいよねそうなんか可愛いって言ってくれるかなってそう思いながらねあとあそれ可愛いねって言われた服があるとするじゃん、うん、その服の系統というか、うん、そういう近いし可愛いって言ってくれそうな服を買うっていうのもいいよね、うんうん、確かにニヤニヤしちゃうね今日の放送ニヤニヤするね続いてこれあテイさんかな誰だろうな毎年買 もうファイターズ戦、札幌ドームシーズン、シートが嫌だけど野球デートかなあ野球デート帰りハジュンレンというラーメンを食べて帰りますあそうなんだ野球デートかしたことないな野球はないね、うん、確かにスポーツを見に行くっていうことはあんまりしたことないかもしれない一回だけあの、うんまあ、これはでも番組だったんだけど、キングス見に行ったことあるけどめっちゃ面白かったけどねでもいいよね多分スポーツ観戦というか、うんねね、デートでいいじゃないいいんじゃない、埼玉のテイシーさんがキャナイちゃんって言ってますキャナイですありがとうございま す, います、ナルトラさん今の仕事ガイドブック関係をやっているとデートスポットの知識だけ増える増えるでもいいねでも大事よ ね大事なんかこうやって楽しませることができるそうだよ、ね、じゃないですか相手を、ね、すごい素敵じゃないですか、うんうん、素敵素敵ありがとうございます、うん、ねえあ銀太郎さんも来てるありがとうございますありがとうございますさんもありがとうねテントさんが、チンアナゴを1時間凝視する女ってきてますいや凝視しますよえ大丈夫チンアナゴ良くないですか可愛いですけどなんか癒されますけどなんかなんか、うん、はいいやこの前っていうか、うん、このチンアナゴを前見た時に、うん、なんかいじめとかがあったんですよチンアナゴ同士なんか餌をあげてる時でその餌を一匹はめっちゃ食べるんだけどもう一人はすごいうずくまってなんか砂に埋まっててなるほどそいつが出てきて餌食べようとするとこいつがつっついてくるみたいなことがあって本当に1時間ぐらい見てたぞこのいじめが終わるまでこいつはいつまでたってもご飯が食べれないなって思いながら見ててそれはなんかかわいそうと思って見てるの何だと思って見てるの生きるっていうことをなんかキャラ大丈夫大丈 夫, あ大丈夫でもそれはデートとかじゃないから、うんうん、家族と行ったから家族で1時間なんか1時間待たせてて家族で行って1時間待たせてあなんかね家族はなんかカフェでなんかコーヒー飲んでくるって言うからじゃあチンアナゴもうちょっと見てくっつってここもうちょっとで1時間ってすげえな変な子です知ってます知ってますでもデート水族館とか行きたいかも、うん、いいね行きたいね、うん、えツッキーさんどっちが似合うとか聞いちゃうタイプって聞いちゃうタイプ聞いちゃうタイプどっちがいいかなは、うん、やっちゃうよねなんかやっぱ好きな人に選んでもらいたいっていう気持ちあるよねあるよね、うん、だし好きな人じゃなくても他人の意見は聞きたいよねああなるほどだって
自分がねあの見て可愛いってさ思っててもさ、うん、こっちそじゃない方が似合ってるかもしんないじゃん。うん、そうそうそう聞きたいよね。いいね、水族館行ってみたいな。私と行こう。そうだね。そうだねとか言って、うまごんさん、チンアナゴに向けられた母性本能。あ、母性か、あれは母性なんですかね。母性本能、そうか。母性か、だって入れないんですよ、チンアナゴのあのいじめに。ちょっとやめなさいよって入っていけないの。おせっかいキャナイが、おせっかいキャナイは入れないで、こうだからずっとこう見守る。すいません、デートなのに話題が。すいませんね。はぁ、変な子ね。変な子よ。うん、いいな。ありがとうございます。うん、そろそろ一曲いってこうかな。今週のね、プッシュナンバー。プッシュ。いきますね。2月はね、これがプッシュナンバーになっております。それでは聞いてください。PFAM、カナサ。
毎週のみすゞの鈴カフェ、ゲストに JJ プロモーションから女優の赤嶺かなえさんをお迎えしてお届けしております。赤嶺かなえです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ということで番組もね中半なのでこのコーナー行ってみましょう。鈴カフェ、一息の裏側、心理テスト的なものを通してもっとその人の裏側まで暴いていっちゃうというそんなコーナーになっておりますよ。大喜利のコーナーではありませんということをお先に言っておきます。いつも大喜利だ大喜利だってするからさ。あ、なるほど大喜利じゃないんです。いきますよ。どどん。あなたが好きな人とデートに行くならどこに行きますか。次の4つの中から近いものを選んでください。 A 芝生のある公園、 B 動物園、 C 映画館、 D 脱出ゲーム。あなたが好きな人とデートに行くならどこに行きますか。 A 芝生のある公園、 B 動物園、 C 映画館、 D 脱出ゲーム。参考に、あ、前城さんのやつは聞けるんですか。このやつだったら、まあ、公園か映画館で悩むところだけど、まあ、公園かな。 B なんだっけ、動物園。でも動物園も行きたいけど、全部行きたいけど、はい、まあそうだな、でも今だからな、公園かな。公園か、うん、私脱出ゲーム大好きで、あ、行きたいけど、うん、いいじゃんじゃん、それで彼氏とでしょ、うん、どれだけ付き合ってるかわからないからいいよ、好きな人とって言ってるから。動物園にするなんでよいいじゃないか脱出ゲーム。だって好きなだけじゃ脱出できない。どういうことよもう行きますよ、もう答え、はい、お願いします。あなたが好きな人とデートしたい場所は、深層心理で自分の魅力が一番輝くところを選ぶ傾向があります。そしてこのし、なのでこの心理テストではあなたの持っている魅力が分かります。なるほど。ということでいきますよ。はい、じゃあもう私 A 選んだので、はい、キャナが B 動物園選んだので C からいきますか。映画館、 C から映画館お願いします、ね、これの、ね、A と B、 C と迷いましたけど C 映画館を選んだあなたは、あなたは強い信念を持っている人です、うん、それゆえ自分がこうすると決めたことならどんな困難が立ちふさがろうとも決して諦めません、うん、あなたは周囲の反対を押し切ってでもやり抜く強さを秘めているようです、うん、それと同時に見る人をほっとさせるような温かさがにじみ出ているのもあなたの素敵なところ、うん、強さと優しさ、この2つを持ち合わせているからこそどんな異性でもあなたの様子を見ていると素敵だなと思い心惹かれていくのです。好きな人とのデートでは駆け引きを考えるとうまくいかないことも自分が思う通りにすれば良い方向に進む可能性が高そうです。相手に少しわがままなくらいでいいのかもしれません。ほう、ということでキャナが、ね、迷ってた D 脱出ゲーム、お願いします。あなたは自分の気持ちにとても正直な人ですから、納得できないことや理不尽なことに関しては信念を曲げてまで妥協したりはしないでしょう。けれども単に強情というわけではありません。相手の話にしっかり耳を傾け理解しようという傾向は人一倍強いので、筋の通ったことならばきちんと受け入れることができます、うん、こうしたまっすぐな心と度量の広さを持ち合わせている人はなかなかいないもの、うん、だからこそ異性の目にはあなたが非常に魅力的に映るのです。このタイプの人は自分勝手になりすぎず、好きな人と2人で多くの会話を交わすことがデートをうまく運ぶ秘訣かもしれません。なるほど。B から行く、 A から行く、 B から行こう。じゃあキャナの B 動物園選んだあなた、動物園、おお当たってるな。あなたは社交性にあふれ、あら、誰とでもすぐに仲良くできるタイプの人です、うんうん、みんなに心を開いて接するので隠し事などはまずしません。そして明るく朗らかな笑顔を絶やさないので、どんなに落ち込んでいる人でもあなたが目の前にいるだけでパッと、明かりが灯ったような前向きな気分になれるのです。そんなあなたは同世代はもちろんのこと、特に年上の異性から愛される人のようです。そうですね。そのためあなたにアプローチされたらしっかりとした大人の印象を持つ人でさえつい心が傾いてしまうのです。好きな人とのデートでは控えめな態度よりも積極的に仕掛ける方が良いでしょう。このタイプの人は余計なことを考えずにいつも自分を 100% 出せれば無敵なのですと。最高だね、と言われております。はい、ということで、ちょっと怖いな、ミスズ自分で呼ぶのA 芝生のある公園を選んだあなた、あなたは人情味あふれる優しい人、周りのことに気を使い、特に弱い立場にある人には細やかな心遣いを忘れません。その上穏やかな表情で人に接するので、どんな相手もあなたのそばにいれば心を許してしまうようです。とはいうものの単に甘いだけの人ではありません。
冷静に物事を判断し、必要な時は厳しいこともきちんと言えるのがあなたの素敵なところだからこそ、そんなあなたのことを、誰もが信用し、特に異性からは絶大な人気があるようです。好きな人のデートでもきっと気遣いができるところが力を発揮することでしょう。デートの相手がうっかりしたミスもネチネチせずに心地よく指摘することができ、好感を持ってもらえることでしょう。おということで、確かにね、うん、なんかスズと一緒にいて、うん、なんかあれがないもん、まあ、分からん、気使わないから、確かに、ね、自分もすごい合ってると思う。スズもキャナと言って気はつかないわ。年上から好かれやすいってあったんですけど、うん、B、うん、自分の年齢より倍の人とかからすごい好かれるんですよね。まあ、キャナは確かに落ち着いてるし、な包容力があるしね。そう、分かる、これも 100% 合ってるわ。はい、絶対年上だね。確かにね。面白かった、素敵。はい、ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。以上、一息の裏側でございました。コメント、グシャさん、キャナさん明るくいつも笑ってそう。そうよって来てますよ、ありがとうございます。ツッキーさん、 D はあゆみさんだね、あゆみ D さんだねということで、まあ、うちのね、うんうん、ディレクターのあゆみさんね、うん、確かにそうだな。そうかもそうかも。折友さんがさ、キャナエタンバンジーやろバンジーって来てますよ。え、バンジージャンプ、バンジージャンプ、バンジージャンプ今ここで。いや、今ここでじゃないと思うけど、やってみたい、バンジージャンプ。死に大きなお出たやし、バンジージャンプって、バンジージャンプいいね、めっちゃ大きなお出てるやし、あれさ憧れ。いつやる、うん、30歳の ここで約束を取り付けようとすな。30歳の記念とかにやる。でも結構高所恐怖症だよ私。 あの高いところから落ちる夢とか見たらさ、その1、うん、その日1日足ガタガタするような人だわけよ。怖い、向いてないな。でもさ興味ある、なんか飛び降りるってどんな感じなんだろうね。いやもう絶対無理だよミスズ、ちょっと頭に入れときます。埼玉のゴーさんが、キャナエちゃんのスマイルは人を寄せつける力がある。ありがとうございます、ね、もう無理だよ私、あのバンジーとか、ね、カナエの笑顔が無理なのかと思った。いやごめんなさい、今すごい、まあ、あのキャナの話をのコメント振りながらバンジーの話めっちゃ、ね、バンジーがもう確かにね、確かにキャナの輪が隣で笑ってたらホッとするもんね。ミスズなんて今日デーってなってたからずっとキャナの隣でね。でも私はもうスズの隣は一番落ち着くから大丈夫。相思相愛か。そうだよ、何言ってんの。ということでこの辺でインフォメーション行ってみましょう。告知のコーナー、キャナ告知しましょう、しましょう、うん、今週の金曜日ですね、はい、今日は私がスズカフェにお邪魔したということで、はい、今週の金曜日ですね、うん、JJ プロモーションプレゼンツ赤嶺かなえのマギー女優アワティハーティーを、うん、ゲストに前城美鈴さんをお迎えして放送しますよ。やった、イエーイ。同じ FM 小座で、うん、夜の10時半から11時までの30分、短いお時間ですが、はい、お呼びして、はい、はい、いろいろね、うん、お話します。でも何、うん、前お呼びしたのが11月だったかな、ね、なんかすごい離れてる感覚はないんだけれども、うん、今週はね、スーズとキャナエの色に、うんしていきたいなと思ってますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。お願いします、はい、お願いします。生放送でお届けしてます。そうです、はい、10時半、金曜日10時半からです。みんな花金しましょう一緒に。今週テーマありますか、あれば送りますよって。まだ決まってないか、いつもテーマとか決めてなくって。結構フリーでやるんだ。はフリーでやるんだ。フリーでやってますいつも、うん、こんな感じでフリーで。はーい、ツイキャスのコメント見たりしてますので、ぜひ来てください。はい、目的基地がわからない公開したん絶対聞くよって、ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、ね、嬉しいな。せっかくなんでエーサーどんどんの告知も。あ、はい、そうします。ですね、この前、13日の土曜日にですね、はい、OTB さんで放送されました、沖縄全島エーサー祭り65周年記念特別動画、はい、エーサーどんどんがですね、ただいま YouTube にて無料公開をしております。はい、はい、もうね、私が演じている月夜さんという役は、うん、本当に癖のあるキャラなんですけれども、うん、それ以外にもですね、主演にね、まーちゃんさん、はい、さっきもねお話ありました、よしとさん、よしにに、もうね、沖縄美さんだったりとか、うん、本当にね豪華な方々と一緒に作り上げた作品です。うん、私とねすずちゃんも出ている映画、うん、心躍るの監督岸本司監督がですね、はい、はい、
撮ってますので、はい、すごい素敵な作品です。皆さんぜひ YouTube 見てください。お願いします。よろしくお願いします。ということで、なんか告知あったかね、なんかあったかね、まあ、あったらツイッターとかで告知します。ということで今週の金曜日ぜひ、キャナとラジオ、10時半から FM 講座です。ぜひ聞いてください。ということで、なんか告知あったらホームページとかツイッターとかね、フェイスブック上げるので、そのチェックもよろしくお願いいたします。お願いします。それではレキアチキニさん3358、レキアチキニさん3358からずまでお願いします。エンディング。さーて、さーて、エンディングのお時間でございますが、早いな早いな早いな早いね何か言い残したことありますか。言い残したこと、うん、私やっぱスズとのデートが、スズとのデートが一番楽しいかも。確かにな。なんか決めどうするか決めるっていうか、うんうん、ちょっと今はねやっぱこのご時世なんで、うん、なかなかね、思うようにどこにも行けないけど、うんうん、妄想だけならただだから今やってみる。妄想デート、妄想デートっつってしよっかじゃあまず朝6時に起きて。早いな。あ、違う、休みの日はせめて9時まで寝かせてくれ。あ、9時まで寝て、じゃあ11時ぐらいに、うん、じゃあ待ち合わせして、うん、そこはじゃあ私が運転でいい。あ、そうする、うん、じゃあ私が運転するわ、うん、運転して、うんうん、じゃあお昼食べようかっつって、うん、そうだね、合流してちょっとしたらお昼ぐらいな感じ。そうね、ブランチかお昼ぐらいな感じだね。一緒にお昼食べて、うん、あんしてはい、あんして、まあ、お昼食べました。はい、それから、それからじゃあちょっと買い物でもしようかっつって、買い物しようかっつって、じゃあちょっと映画見たい、映画があるから見たい映画の時間まで買い物でもしようかっつって、うん、いいね。ショッピングセンターで一緒に行って、洋服選び、見て映画を見、見てちょっと夕暮れ、夕暮れ海でも行きますかっつって。あー、いいですね、海行きましょう。夕暮れの海でね、はい、コーヒーなんぞ飲んで、私たち今幸せだねっつって今日も楽しかったね、楽しかったねっつって、コーヒー飲みながらね。コーヒー飲めないけどね。じゃあ好きな飲み物飲みながらさ最後に言う、海のバカ野郎青春だね、海のバカ野郎っつってあれでしょ、履き物脱いで走り出すんですよ。うわー、夕日に向かって走れっつってな。そう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 、なんだよ、どの時代のトレンディードラマやっ やって、うん、やっぱり私の友達はスズしかいないわっつってそんなことね。そうだ、そうやって話して友情を深め、うん、そのままじゃあそろそろ帰ろっかっつって、帰ろっかっつって、すずがまだ一緒にいたいってじゃあ夕飯まで一緒に食べて帰ろっかっつって夕飯まで食べて、うん、お家まで送るよ。焼肉がいい、焼肉が焼肉が締めはな、締めは焼肉、それ焼肉ですということで、これが私とすずのデートあれ、なんか、まあまあまあ、途中まで分かったんだけどな。まあ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 、まだ帰りたくない焼肉以降までがセットなの。そうだね、まだ帰りたくないじゃないか、まだ帰りたくない焼肉以降、リーキーファイターズとか短編ドラマって聞きましたけど、こんなドラマ誰が見たいん、コテコテの青春ドラマ海のバカ野郎も絶対入ってますから、MJ さんがこの話まだ続きますかすみません、もう終わりますもう終わりますわ終わりましょう、終わりましょう、はい、終わりましょう、ということでね、ぜひ終わりましょう。鈴カフェ閉店のお時間でございますが、まあ、再三告知になっておりますが、2月19日、金曜日、うんうん、タイトルなんだっけ、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティーです。覚えきれ、アワティーハーティーは覚えきれるんだけどな、その前が覚えきれない。そうだよね、マギー女優は、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティー、はい、ぜひぜひ見てください、聞いてください、聞いてください、聞いてください、お願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみです。ということで、読み、そうだね、メールも大丈夫でしたね、ありがとうございました。さあ、鈴カフェそろそろ閉店のお時間でございます、はい、今週もありがとうございました、うん、ゲストに JJ プロモーションから赤嶺かなえさんお迎えしました。さっきからこの動きなんの、なんか爪痕残そうと思って暴れてる、ずっと。それは爪痕ではない、ラジオだから、ね、カシャンカシャン、あまあまあいいでしょ金曜日にまた交互期待でございます。あ、そうですね、私今好き放題やってますけど、はい、自分の番組になるとカッチンコッチンカッチンコッチンカッチンコッチンよどうしたっつって、どうぞ、どうしたキャラやっつって、今スーズが座っているこのメインのところのさ、うん、はい、席がね多分怖いのよいつもカッチンコッチンになって喋ってるけど本当に
もう別人かっていう感じだと思いますけど、皆さんよろしくお願いします。ということでね、鈴鹿また来週も聞いていただけると嬉しいです。そして金曜日も聞いていただけると嬉しいです。お願いします。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りいたしました。鈴カフェ、お相手は前城みすずでした。またのご来店を心よりお待ちしております。それではエンディングナンバーです。ロリポップ Now Dead Time Now。それでは